熱って豆ちゃんです。今年の夏のユニバにもいろんな新グッズが登場したんですよ。でユニバのグッズの中には公式ホームページに出るものと出ないものがあるんですけども、ほとんどのグッズって公式ホームページに掲載されたんですよ。けどですね、公式ホームページに出ないにもかかわらずめちゃくちゃ可愛い新グッズがいっぱい出たんで、今回は夏のユニバの新作グッズを紹介します。イエイ。ということで、で今回は夏物のグッズを紹介するとともに僕が欲しい購入品紹介もするんで、ぜひこれから行く方はこの動画を参考にして夏には思いっきり楽しんでください。また注意してね、この TV やこれからもユニバのいろんな最新情報をお届けするんで、ねえねえチャンネル登録お願いします。じゃあ早速やっていきます。今から毎月恒例のグッズ見に行きます。イエーイ。え、これ毎月の楽しみじゃない？楽しみ。しかも今回7月になってから結構新グッズ出てるんよ、6月に比べたら。あ、わかる。めっちゃ可愛いの出とったよね、いっぱい。めちゃくちゃ可愛いの出てるし、うん、あと夏物もそうやけどさ、うん、え、こんなん出るんやみたいなこれ出てきた。あとワンピース関係も前に動画上げたけど、うん、あれから新しく入荷とかしてるんよ。そうやね。そう、だからそういうのもめっちゃ楽しみね。え、行こう行こう。これ何か分かる？僕さ、クリボー。そう、まあ、クリボーやけどさ、これ何のグッズか分かる？クッション、クリボーの。クッション？うん、まあ、クッションに見えるけど、実はこれバーン、リバーシブルクッション。クッションやないか。いや、リバーシブルなんよ。畳むことできるよ。これすごくない？これすごいよね。めっちゃ可愛くない？だって。あ、クリボーがおる。クリボーの時に。めっちゃ良くない？可愛らしいやん。しかもイラストもめちゃくちゃいいしさ。ねえ、めっちゃいい。俺やられてるクリボー。かわいい。なんかマリオドヤ顔なんだ。よく見るようなこの光景。クリボーこういうキャラやから、ね、うん、かわいい。あとこれもさ、クリボーグッズだけど、このクリボーグッズ、ニンテンドーワールドのクリボーのアクティビティのグッズなんよ。あ、やんな。そうそう。だからこれね、ピックしたけど、回るよ。あ、回るわ。かわいらしいやん。めっちゃいいよな。で、この下に、ドッスンフリップパネルのやつがあるよ。いいな、これ。そう。で、ドッスンフリップパネルってさ、全部色揃えるやつやんか。うん、で、これね、なんとね、形によって、色とか変わるよ。すごくない？これ。色揃わへんかな。色揃わへんかもしんない。揃わへん。それは、うん、任天堂ワールドに来て、やってみてねって感じだから。うん、
これさ、いいと思うのがさ、うん、これね、亀でできてるよ、うん、めっちゃ可愛くない、この革の亀、うん、で、これチャーリーブラウンの服ね、うん、とちょこんと座ってるスヌーピーで、この後ろ見たらウッドストックが、可愛い、スヌーピーの後ろ姿もちょっとほんまや、すごいめっちゃいいやん、これ。しかもこれユニバーから2001年からっていう、ちゃんとユニバーも入ってるっていう、ほんまや、めっちゃ良くないこれ、ね。ちょっとモコさんさ、これ見て、これやばい、ピケットいる、かわいい、しかもこれちょっとでかいピケットやね、ね、かわいい、ぬいぐるみ持ってるけどめっちゃかわいいピケット好き、好き好き、かわいいもんね、めっちゃいいね。はい、じゃあ夏グッズ見てきました、イエーイイエーイってことで、で今回夏の、まあ、新商品、うん、見てきたけどさ、今意外と夏のバケハとかあとは夏服とかは出てなかった、ね、だから、うん、あの意外と7月入ってからはそういう系の商品は出てなくて、うん、まあ、結構小物系が多かったよな、あ確かにね、小物系でちょくちょく可愛いのが多かった、そんだけでもすごい紙グッズとかもあってんけど、うん、今回ね3商品買ってきました、はい、イエーイ、でまず1個目は、1個目はいきなり来るでバーンウッディートペッカーのポーチカバンな、カバンです、ショルダーカバン、ショルダーカバンか、うん、ショルダーカバンです、でもこのね、あの MTV はウッディーチャンネルよ、そう絶対出てくるウッディウッディに染め上げますで、この後ろ見たら、うん、あーかわいい、めっちゃかわいらしいウッディ、うん、なんて言ったかね、イペース、イペースって何、イペース、イペーみたいな、イペースみたいな、イペース、イペースみたいな、どういう意味よくわからない、なんかそういうウッディの声ちゃう、イペースみたいな、なんかそんなになってます、はい、でこのウッディのカバンやけど、うん、ある隠しシステムがあるんよ、わ、うん、かる、これえ、わからん、何、なんとこのウッディのカバン、ユニバらしくカチューシャをつけることができるんよ、へー、やばくない、カチューシャで、カチューシャ、珍しいね、ユニバのカバンにしてはめっちゃ珍しいし、ね、ここの紐につけることができます、へー、で今回ね僕にこのピカチュウのカチューシャを持ってきたんで、うん、これにつけますね、だからこの紐にこのカチューシャを通して、うん、あれちょっとね私思うねこのカチューシャちょうど使
けにくいタイプのカチューシャかもしれへん。なんとかこのピカチュウのカチューシャでもつけることができるんよ。これ結構便利じゃない？いいやん。カチューシャって結構邪魔なるやんか、ね、正直に言って。そういう意味でもこれ皆さん必見めっちゃ可愛らしい。カチューシャつけれるんやったらさ、そのカバンだけで来れるし、うん、あ、ほんまや、これ、うん、また財布入れるだけでいいや。そうそうそう、そういう意味でもすごい考えられてんな、このショルダーバッグは、ね、で、次の商品はバーン、あれや、あの看板のとこのやつで。俺さ、こういうグッズすごい好きなんよ。わかる？この気持ち。うん、わかるわかる。なんかアトラクションのライドのトミカとかさ、うん、こういう、なんやろな、アトラクションの装飾のグッズとかがすごい好きで、うん、それも似たような感じがするから買っちゃったこれで、これ以外にもさ、魔法界のさ、店の看板のキーチェーン売ってなかった、うん、こういうのすぐ買っちゃうくない？わかる。あのオリジナルっていうよりもその看板そのままみたいな。そうそうそう、もうザ・ユニバって感じがして、うん、すごい俺好みに買っちゃっただからユニバさん、こういうの買ったら僕すぐ買うんでいっぱい出してくださいで、ラスト、はい、これモグさん驚くで、バーこれ分かる？え、ノコノコさんですか？ノコノコやけどさ、うん、このノコノコのパワーブロックあるから、うん、これはノコノコのパワーブロックパンチや。あ、すごいね。そう、うん、パワーブロックパンチ、うん、で、これある仕組みがあるよ。はい、分かる？なんだろう。これね、ペンやけど、うん、このペンを入れるときに、うん、歩くんよ腕揺れるめっちゃ可愛くない？これ可愛いけどこっちも向いて、こうやって、うん、あ、かわいいかわいい、いいやんってくんねめっちゃよくないこれで、最近のさ、ミニバグッズだけどさ、うん、まあ、任天堂ワールドに関したらさ、うん、もうパワーアップ版のアクティビティグッズがめっちゃ出てるんよ。うんうんうん、印象ない？あ、めっちゃ出てる。最近出だしたね。そう、スーパー任天堂ワールドのグッズがめちゃくちゃ出てるから、うん、それこそ、例えば今キノピオカヘのグッズ持ってるけど、うん、例えばヨッシーのスナックアイランドのグッズとか、あとはピットストップポップコーンのグッズとか、だからそういう風に、うん、任天堂ワールドグッズ、これどんどん出てほしくない？ねえ、もこさん的にどんどん出てほしい？え、私もアクティビティのグッズ出たんがすごい熱くなった。胸熱、うん、いやもう確かに出ると思わへんもんな、ね、これに関しては。今までどっちかというと普通のマリオグッズが多かったけど、あ、確かに出んのかな、やっぱこういう系も。え、もっと出てほしいね。例えばもう任天堂ワールドのトイレのグッズとかな。トイレトイレトイレ、今これボケたつもりやったけど。あ、そうな、ごめん。涼しくなった？あ、涼しくなった。やったらよかったわ、うん、めっちゃ暑いしな今日。暑いし暑いし、うん、でも意外と7月入ってからは夏の服とか出てなかったけど、うん、まあ来月からもう早くも秋の商品とかもちょくちょく出るんよ、ユニバって。あ、そんな早かったっけ？そう、結構早く出る。でそれこそもう来月末にはまだ発表されてないけど、うん、もうほとんどの確率でハロウィングッズも出るんよ。あ、まあ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 、例年通りに言ったそうだ。大体もう8月の一番最後に出るから、うんうん、だから今年のね、ハロウィングッズもすごい楽しみ。楽しみやね、ハミクマ様も。ハミクマも。ポケモンも出るんじゃない？ポケモンも絶対出ると思うし、ね、マイメロも出ると思う、来月は。あ、出るかな、出てほしい、マイメロ。可能性めっちゃあると思う。ねでも逆に言ったらさ、まだまだ夏グッズも出る可能性も高いし、うん、あとワンピースがさ、10月も出てるわ、うん、ワンピースグッズもこれからもどん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 新作出てくると思うわ。去年とかいきなりバギーのグッズ出てきたりとか。ああ、確かに、うん、そういう風にさ、出てくるかもしれない。またね、まあ、このお店 TBS で毎月こういう風に新グッズを紹介するんで、ぜひチャンネル登録、グッド評価お願いします。じゃあ、バーイ。